はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビット青を始めていきたいと思います。はい、前回は2位で、首位も、勝ち点1差と、非常に好調なクラワーカリバーズ。今回は、6位の下関フォーチューンと、この6年目に2回目の公式戦になります。前回ですが、圧勝ですね。圧勝だよな。圧勝です。まあ、話にならないでしょうという、油断は禁物。その油断が、負けを生む。というわけで試合行ってみましょう。まずスタミナですね。美穂がちょっと疲れてるから、彩香も疲れてるのか。藤原戻ってきましたね。ちょっと藤原をもう出しましょう。あと緑ひろたと鬼丸をひろたに変えて、間違えた。緑をくるみと変えて、ゆうなを鬼丸と変えて、っていう感じかな。まどかがちょっと疲れやすい。エスミと変えて、で、さつきをちょっとまどかと変えて、みほはちょっと疲れてるから、鬼丸と変えるのかな。浦川を広田と変えましょう。で、キーパーは夏木でいきます、今回は。はい、ちょっと決定力がやや欠けるようなメンバーになるんですが、あ、これ、思い切ってワントップ試してみてもいいかもね。4-5-1、これでいきましょう。すると、増やさないといけないですね。キーパーはいいわ。幸子を登場させましょう。さあ、これでなんか試合開始です。うわー、圧倒的ですね。さすがに勝率は。さあ、超攻撃的布陣ですね、これも布陣は。ユーナのワントップか。決定力がそがれるのはちょっと気になります。このゲーム、結局は決定力ですからね。さあ、ボールを確保。おっと、縦に？そこに幸子がいたが。ミオがうまい、ミオうまい突破力。あーっと、届かなかった。さあ、境村に渡っちゃったよと思ったら、そこは、落ち着いてますね、攻撃が。なかなかタイミングがいい。ファールか。今のとこ、押してます。おっと、藤原？が待っていた。早くもリードを奪いました。奈々子が蹴る。そこに藤原が、なんと、ドミノのように、こぼれてきた球を藤原がシュート。なんと藤原が先取点です。戻ってきたばっかりですかね、藤原。怪我から。これはいい復帰戦になりました。さあ、超えられたよ。うん、これは外し、これはちょっと入らないです。さ
さて、幸子から逆サイドへ。ちょっとこれは無理があったか。距離が遠すぎます。とりあえず近いとこにボールを、幸子越えられた。境村。おお、入った、入れられたと思っちゃったよ。さあ、藤原がボールを確保。おっと、バックパス。菊池。さあ、菊池からもう一度藤原。ストー、またシュートだ。おー。なんか、ディフェンダーとは思えない。え？これはすごい。あーっと、はい。もうちょっとだったのに。さあ、キラが何やってんだ？あーっと、取られましたね。さてですね、疲労度なんですが、なるほど、ユーナのワントップでもあれやもんな。くるみ入れるかな、まだ早いかな。まあ、もうちょっと様子を見ましょう。本当は個人的にはユーナに決めてほしいんですよね。前の7個ダウディではっていうのはあるんで、ユーナにも。おっと、ノーホイッスルだ。幸子からユーナへ。あと、これは、あと、痛がってるぞ。痛がってる。担架で運ばれた。なんとびっくり。こうなったらもうくるみ投入するしかないじゃないですか。これは痛いなぁ。レッドじゃないんかいって。カルベを、ごめん、サツケを投入しましょう。で、どっちだろう。鬼丸行ってみる？まあ、ヒロタですかね。鬼丸行ってみましょう。さあ、一気に3人変えます。ちょっと怪我が心配ですね、ユーナ。さあ、そのくるみ。決定力があんまりなさそうだよな。さあ、さつきから、あっと、届かない。当てて戻っ、バックに戻っていきます。さあ、これはうまい。くるみがうまくカバーしました。さあ、羽生だから7個、誰だ、しん、ん、運動量がすごいな。あー、なんかスタミナが切れ始めたな。七子とさつきを入れ替えよう。あー、取られちゃったや。結構運動量が激しいですね。ちょっと気をつけないと。危ない。いや、でもまだピンチは続く。慌てて外に出した。ちょっと、残り時間わずかのところで、あーっと、やばい！おー。さあ、藤原、奈々子が上げて、逆サイド、裏川へ。おっと、まただ！ラフプレイ目立ちますよね。さあ、くるみが、上げてセンタリングみたいになった。これでほぼ終了、終了かな。さあ、ラスト、あーっと、さつき決めきれなかったが、ここで、
試合終了、クルミが、クラワーカリバーズの勝利です。まあ、もっと勝っても良かったんですけどね。やっぱりクルミの決定力って大きいな。これはやっぱり無理があった。ここから点が動かないんですよね。これは本当にピンチが結構続くんですよね、意外と。で、藤原、また藤原、この積極的ですね、シュートが。担架で運ばれていきます。最後は試合終了直前、サツキ待ってたんですが、これを決めきれなかった。座礁で3週間ですか。さあ、これで得失点差並びました。得失点差じゃない、勝ち点は並びました。得失点差でまだ草瀬ボドックス首位ですが、タバミラジオも来てますね。貯金です。ジャネット、なんかすごいデメルは高いのはわかるんだけど、おいそれと投入できる選手じゃないです。はい、というわけで次回はトップロード成田ですね。はい、次も頑張っていきたいと思います。カルチョビットアーの、試合をお送りしました。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者数1000人増やしたい考えております。この動画のタイトル欄の、右にチャンネル登録ボタンがありますので、よろしければそちらを押して登録をお願いいたします。また高評価、コメント、 SNS など拡散も歓迎しております。ブログ、ツイッターもやっております。説明欄に URL、アドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。はい、この画面最後の20秒で関連動画プレイリスト流れます。はい、お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。動画のプレイリストはですね、チャンネルお持ちの方でしたら、ブックマークみたいに、はい、リストを保存できますので、よろしければそちらもお願いしますよ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。